こんにちは、りょうです。今私は広島県尾道市に来ています。あちらに見えるのが JR 尾道駅です。そして今回も尾道で激辛頑張っていきたいと思います。やるぞ。こちらカレー&カフェ青空パパドさんに来ています。今回は尾道市にあるこちらの青空パパドさんで激辛チャレンジやっていきたいと思います。やるぞ。こちらのオーダーボードにシールを貼って注文するとのことなので、早速シール貼っていきたいと思います。チキンマサラカレーのマドンです。ありがとうございます。来ました。すごい色鮮やかですごく綺麗。来ました。はい。こちら。チキンマサラカレーの辛さがマグマ。すっごく色鮮やかでめちゃくちゃ綺麗で、すごく美味しそうなんですけど、香りはまだなんかやばそうな香りっていうか、もう本当にもうカレーのめちゃくちゃ美味しそうな、食欲そそられるようないい匂いがしてるんですけど、そして。ラズベリーですね。食べていきます。いただきます。
って、カーレー、そりゃ、カーレーが、結構、すごい行きますね。で、キャロライナリーパーが、一つ、刻まれて入ってるみたいなので。ただ、口に入れた瞬間、一気に辛さが来る即効性もあるんですけど、後から、あと追ってくるような辛さもあるので、激辛好きな方、この辛さもあるのが、やばいですね。ぜひ食べてみてください。視聴者の方からコメントでもいただいたんですけど、やっぱり水を飲むと辛さが倍増する、私の経験上でも実際そうなので、ギリギリまで耐えて飲み物を抑えていきたときましょう。あ、いいですか。すみません、ありがとうございます。カレーを口に入れて二口三口ぐらいまでは連続いけるんですけど、そこからも体がやばくて、ちょっと時間を空けないと。少しなんですけど、ここからチョイス、
させて。今回は広島県尾道市にあるカレーカフェ青空パパドさんでカレーいただいたんですけど、私が注文したのは辛さマグマという辛さ、激辛があって極辛があってさらに一番辛いマグマというのだったんですけど、めっちゃくちゃ辛かったです。辛いと痛いもオンパレード、本当に辛かったので、激辛好きな方ぜひ来ていただきたいなと思いました。辛いだけじゃなくてカレーもめちゃくちゃ美味しかったです。私が注文したマグマという辛さのカレーはチリパウダー4種類をブレンドしているっていうのと、ブラックペッパー、そしてカロライナリーパーが一つ丸々刻まれて入ってるとのことでした。香りは正直最初食べる前は全然そのなんていうんだろう、ブランド唐辛子の独特な香りとかそういうのはあまり感じなくて、やっぱカレーのいい香りがすごくしてたんですけど、一口食べた瞬間、口に入れる瞬間からキャロライナリーパー、激辛好きな方分かる方もいらっしゃると思うんですけど、口に入れる瞬間の唐辛子の香り、これはやばい、そう思いました。やっぱり食べるともうそのやばいなって思った通りめちゃくちゃ辛かったです。ということでバルスはアウト。辛さマグマという辛さはさっきご説明した通りなんですけど、その下の極辛というのは入ってるものは同じだけど分量が変わってたりとか、あとそのさらに下の激辛というのはキャロライナリーパーじゃなくてハバネロが使われてるみたいです。辛さいろいろと段階が選べるので、激辛好きな方そうじゃない方もぜひ一度足を運んでみてください。そしてお店の方も本当に素敵な方で、ぜひ皆さんも来てほしいなと思いました。そしてお店にあったんですけど、こちらはコルク猫さんのネコルクという作品らしいんですけど、お店の中で販売されてて、こちら制作されてる方が保護猫活動されてるらしくて、こちらの青空パパドさんのお店の方も地域猫の活動されてるみたいで、こちらのネコルクの売り上げは保護猫活動のお金になりますというのと、私はこう猫好きっていうのもあるし、まあ、私もスタッフもそうなんですけど、やっぱり野良猫とかをちょっと保護したりとかして去勢をしたりとか、ちょっと保護猫活動個人単位でしか個人単位でできるものにはなるんですけど、ちょっとした保護猫活動のようなのもやってたりするので、その活動を応援したいなっていうのもあって、私今回こちらのカレーを持ってる、可愛くないですかこれ、コルクで作られた猫、こちらをちょっと購入させていただきました。可愛いんですよ、いろんなポージングがあったんですけど、僕は私はこのカレーを持ってる猫にしました。ということで今回私は広島県尾道市にあるカレーカフェ青空パパドさんでカレーマグマの辛さでいただきました。本当に辛くて本当に痛くてやばかったです。ぜひ激辛好きな方マグマ食べてみてください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。